巻紅一次。国連演説で辺野古新基地問題を打開へ、に疑問の声。内容はこちら。玉城デニー知事がとんでもないことをやろうとしているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。2期目に入る玉城デニー知事は、新型コロナウイルスの感染拡大などで1期目に着手できなかった政策に本格的に乗り出す。目玉の一つが、名護市辺野古の新基地建設阻止に向けた国連演説による世論喚起だ。玉城知事、大暴走してますね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。この子に及んで米軍排除しようとしてるのやばすぎて草。明日にでもロシアが攻めてくるかもしれないのに、何のんきなことやってんだか。中国が台湾を攻めやすいように、米軍を追い出すことに必死やな。玉城知事は、日本政府とアメリカから沖縄を取り戻すつもりなのでしょうからね。そういうことでしょう。次はこちら。ウクライナの件で世界大戦寸前と言われている中に、辺野古がとか言いに行くのか。日本の恥をさらすつもりかこいつ。こいつ、今の国際情勢分かってないのかってドン引きされるのがオチ。今国連忙しいから邪魔すんなよ。国連でも、どうもゼレンスキーですって挨拶してこいよ。わら、国連に門前払いされそうですね。次はこちら。活動家のノリ、やることが子供。さすがにこれは辺野古賛成か反対かに関係なく異常な行動だと言わざるを得ない。内政の話を国連で演説されたって、各国の大使も困惑するだけだろ。デニーも民主党政権時代には賛成してたのにね。辺野古移設を決めたのは民主党政権の鳩山氏ですからね。おかしな話ですよ。最後はこちら。本当に沖縄を守る気があるのかね。自腹で行けよな。まさか公費じゃなかろうな。帰ってこんでいいよ。沖縄県民が COVID-19 に苦しんでいるとき、漁師さんが中国船に苦しめられているとき、全く何もしない男が国連へ行くそうです。この人は知事ではない。工作員です。本当ですよ。まるで工作員みたいですよね。結論。玉城デニー知事のこの愚行を沖縄県民はどのような気持ちで見ているのでしょうか。真っ当な日本人から見ればかなり異常な行動にしか見えないのですが、玉城知事を選んだ沖縄県民にはそうは見えないのでしょうか。世界情勢がこうもきな臭い時期に、国連で辺野古新基地問題を訴えるって、正気なのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。